はい、皆さんこんばんは、製麺機です。今日も晩酌の準備が整いましたので、早速ね晩酌やっていきたいと思います。で今日ねちょっとお昼食べ過ぎちゃいまして、あんまりねお腹空いてなくて、なんで軽めにね買い置きしてたセブンイレブンさんの冷凍焼き鳥と、あと山崎さんのふきと、たけのこと厚揚げの煮物っていうね、昨日は山崎さんの筑前にいただきましたけど、ちょっと今日はねこれ季節限定らしいんでちょっと買ってみました。あとは藤子さんのひじきつけてね、まあこんな感じで軽めの晩酌にやっていきたいと思います。では飲み物ね、飲み物は朝日さんのドライゼロ、ね、これでいつものノンアルですね。これをシュワシュワっとこう、おーおーおー、注いで、で、焼酎は中身は大五郎入ってます。大五郎師匠をこう入れてね、これで軽くかき混ぜて、これでねいただきたいと思いますね。またシュワシュワな感じで美味しそうですよ。では、今日も一日ね皆さんお疲れ様でした。ではお先に失礼していただきたいと思います。じゃあシュワシュワで乾杯いただきます。うん、あーうまっ、いやーうまいっすね。うん、富士山はピンと、お、ピンときましたね。これちゃんと富士山の形、本物の形に合わせて作ってんですかね。どっち側から見たらこういう形に見えるとかちゃんとあんのかなこれね。まあそれはどうでもいいですね。じゃあいただきます。じゃあまだねノンアルでおかわり作って、そういえばあれですね、ねぶた正式に中止決定しましたね。ねぶた祭り、今年ねぶた祭りなくなっちゃいましたよ。どうすんすかね、ホテルのキャンセルとか大変でしょうね今頃ね。え、まあしょうがないっちゃしょうがないですけども、かなりもうかなり死活問題じゃないですかね。もう書き入れ時でしょうからね、ホテルとかその辺の旅行、あの飛行機とかそういうのとかね、新幹線とかそういうのも全部キャンセルになるでしょうからね。どうなっちゃうんですかね。じゃあちょっと置いときたいと思います。では七味唐辛子、今日は全部七味使うかな。七味唐辛子をよいしょ。七味唐辛子ね詰まるんですよね、これいろんなのが入ってるから詰まってね出てこないんですよね。よいしょ、このくらいかければいいかな。で、焼き鳥はね、さっきも説明しましたけども、こちらセブンイレブンさんの冷凍餃子、餃子じゃない、冷凍焼き鳥、レンジで焼き鳥盛り合わせ、炭火で焼いたももつくね皮ということでね、冷凍食品の焼き鳥ですね。私この焼き鳥大好きなんでね、セブンイレブンさん行ったらこれ必ず買いますね。これと冷凍の焼き餃子ね、あれは絶対買って帰りますね。でカロリーがももが59キロカロリー、つくねが70キロカロリー、皮が78キロカロリーってことでね、意外とねカロリー低めです。うん、そんなにカロリー高くないんでね、おすすめです。これ美味しいんで、ではよいしょ。ちょっとねタレがあんまりついてないんでね、タレはね市販のタレを少しかけてあります。タレがちょっと足りないのが残念なんですけどもね。じゃあちょっとこれ皮ね、皮からいただいてみたいと思います。皮ピント来てるかな、こんな感じですね。では皮いただきます。うん、もうプルプル、うん、ほんのり炭火の香りがあってね、ほんと美味しいんですよこれ。
じゃあね、シュワシュワでね。では、お次は野菜サラダ。今日もサラダチキンの代わりにシーチキン乗っかってます。ではいつもの癖になるうま塩、リケンさんのドレッシング。もうサラダはもう全然変わりはしない、ね、申し訳ないですね。もうで、エバラさんの玉ねぎのタレ、これね、よいしょ、これを軽くかけて、よいしょ、これでね、いただいていきたいと思います。あ、ピントが、あ、来ました。ではトマトから、トマトからいただきます。そういえばね、さおや、さおだけってフレーズありますよね。あれね、まあうちの方も冬場でもね、聞こえてくるんですよ。青森冬場ね、雪降ってるじゃないですか。なんでね、そのフレーズ聞こえてくるとね、竿だけなんて冬場売ってて買う人いるのかななんて思ってた、ずっと思ってたんですよ。あ、じゃあね、ちょっとサラダね、いただきます。でね、今日もそのフレーズ聞こえてきて、さおやさおだけってね、このフレーズ聞こえてきてて、でもまあまあね、雪も溶けたし、まあ外に洗濯物干す人もそろそろ出てくるだろうし、まあ売れるのかなって思ってて、ほんでちょうど郵便物が来てないかね、チェックしようと思って玄関開けてね、郵便物こうポスト見たりとかしてた時にもちょうどそのフレーズが流れてきたんですよ。そしたらね、サオダケ屋じゃなくてね、なんだったっけ、あ、そうそう、お芋焼き芋っていうね、お芋焼き芋ってね、もうすごいね、そっくりでね、もう私サオだけだとずっと思ってたんですけどもね、焼き芋屋さんだったんですよ。それサオやサオだけじゃなくてね、お芋焼き芋っていうね、もうね、びっくりしましたよ今日それ聞いて。普通ね、石焼き芋だったら石焼き芋焼き芋とかっていうフレーズですよね、普通は。なんでね、私たちずっとね、サオダケ屋さんだと思ってたんですよ、それ。そしたらね、焼き芋屋さんだったんですよ。びっくりしましたよ、今日。本当に。皆さんの住んでるところとかでも、そういうのありますかね。ね、焼き芋だったら、石焼き芋ですよね、普通。なんでね、ね、竿や竿だけですよね。お芋焼き芋なんてないですよね。なんでね、皆さんとこうそういうのありますかね。ちょっと今日ね、それでね、びっくりしましたよ。じゃあもう一口食べようかな。いやね、シュワシュワ飲んで、東京に住んでた頃、東京の入谷に住んでた頃、大学堂でしたっけ、ホットドッグとアイスクリームの移動販売、なんか歌あるんですよね、なんて歌だって、ね、ホットドッグホットドッグポートドッグもありますよとか、何でしたっけ、アイスクリームとホットドッグのね、移動販売のね、大学堂だったような気するんだけど、そういうのもありましたけどね、入谷の
私が住んでたところのね、あの前にね、あの移動販売の車止まってね、みんながねアイスとかホットドッグとか買いに来るんですよ。懐かしいな。ではじゃあまた七味ね、七味をパパッとかけて、これはいつものね藤子さんのひじき煮ですね。こちらおかず畑おばんざい小鉢のひじき煮、こちらこれカロリーいくらだっけ、カロリーは34キロカロリーですね、1パックあたり。お豆さん入っててね、藤子さんなんでね、お豆さん入ってるんで、これ美味しいんですよ。よいしょ、じゃあお豆さん入ってるとこいただきます。体に良さそうな味しますね、優しい感じの、程よくこうほんのり出汁が香ってるっていうかね、で日本酒、日本酒は青森県の八戸の地酒陸奥八泉、またこれ残ってるんでね持ってきました。こちらはね八戸酒造株式会社さんね、八戸酒造っていう会社と八戸酒類っていう会社ね、2つあるんでね、八戸時々間違えるんですけども、こちらは八戸酒造さんの方のお酒ですね、陸奥八泉。じゃあこれいただきます。ちょっとねあの辺ねややこしいんですよね、なんだっけな、八戸酒類の八戸の三戸工場のとか、なんかね、あの辺八戸とかに、あ二戸は青森じゃないですけどね、三戸とか、五戸とか六戸とか七戸とかあってややこしいんでね。じゃあね陸奥八泉いただきます。あーやっぱ美味しいな。これね 300ml、 これ 300ml のこれ一瓶で600円くらいするね日本酒なんで、ちょっとねいい日本酒ですよ。なんでねやっぱ美味しいです、日本酒の香りがふわっとしてね。甘めですけども甘すぎなくて、ちょっとね辛さも若干あるかな。ちょうどいい感じですね、こんなに甘すぎる感じで、甘みもありますけども甘すぎないんで美味しいですよ。ではお次はこちらオレンジ、オレンジ切ってきました。オレンジをじゃあオレンジ一切れいただいて、でねミニゴロ、ミニゴロをちょっと注いで、でウイスキー、ブラックニッカのディープブレンドね、久々にブラックニッカのディープブレンド買ってきたんでこれ飲んでますよ。ではこれをねいただきたいと思います。焼酎と割ったぐらいだとそんなにね薄くならないんで、しっかりねあのブラックニッカのディープブレンドの味と香りが楽しめて、なおかつあのねかさ増ししてねウイスキーの量も減らせるっていうね。お水で割るよりはね全然薄く感じませんね。美味しいと思いますよ。ではまた七味ね、今日はもうサラダとオレンジ以外はみんな七味かけて、こちらはこれね山崎さんのねふきとたけのこと厚揚げの煮物季節限定っていうね、
これ初めて見たんでね、私山崎さんのこの系と何年も前からねちょこちょこ食べてんですけども、これ初めて見たんで買ってみましたね。季節限定っていうのもあってね、ちょっと美味しそうだなと思って、でこれ1袋あたり81キロカロリーね、カロリー低めなんでね嬉しいですよね、カロリー低い方が。今日は本当にねお昼ねちょっとねあのラーメン作って食べたんですけども、ちょっと食べ過ぎちゃいましてね、なんでお昼食べ過ぎた分夜は軽めにしてます。じゃあ拭きね。ああかなりお上品な感じの味付けですね。じゃあタケノコちょっと辛いかな、ちょっと辛いかもしれないんで、ちょっとねこの辺かなり薄味ですね。こんにゃく、厚揚げ、お上品、すごくお上品な味ですよ。これも美味しいですね。これ季節限定なんでね、今しか食べられないんで、では、まあ、シュワシュワでいこうかな。じゃあシュワシュワでね。ではまたね、焼き鳥どれ食べようかな。いつも皮食べて桃食べてって感じだと思うんで、今日はお団子食べようかな。つくねね、よいしょ、タレつけてつくねをよいしょいただきたいと思います。これ軟骨入ってんでしたっけね、これつくね。いい匂いするんですよ、本当に炭火の焼いたようなねいい香りするんで、いただきます。これソースになってくださいね。つくね、あつくね、あ軟骨入ってますね。鶏肉、鶏軟骨って書いてありますね。やっぱねそんなにたくさんは入ってないですけども、まあ少し軟骨のコリコリっていう感触がほんの少しあるかなっていう感じです。では日本酒、また陸奥八仙、青森県の八戸の地酒、これでね、ではね今日また動画の方は短いと思いますけども、今日ねそんなお腹減ってないんで軽めにっていうことで、ね、あとはまあねあの動画見るなりアニメ見るなりしながらね、あの続き晩酌の続きやっていきたいと思います。では今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。また明日ね動画アップしたいと思いますんでね、よろしくお願いします。じゃあ今日は、青森の地酒のね陸奥八仙で締めたいと思います。美味しい。まあねプレミアついてないお酒なんでね、陸奥八仙電酒の方が、まあぶっちゃけ電酒の方が美味しいですよ。だけど電酒プレミアついてて高いんでね、そう考えればまあねプレミアつかないで買えるお酒で美味しいお酒っていうとね、陸奥八仙もなかなか美味しいお酒だと思います。では今日のね晩酌動画の方はこの辺で締めにさせていただきたいと思います。